女優の牧瀬里穂さん。真っ先に思い出すのが、80年代 JR 東海の伝説の CM、クリスマスエクスプレスでの、胸がキュンとなるほどの、彼女の可愛い姿は、今でも山下達郎さんの名曲、クリスマスイブのメロディーとともに、脳裏に焼き付いています。そんな牧瀬里穂さんも、今年でデビュー32年目、昨年は NHK 連続テレビ小説満腹で主人公を支える喫茶店のママ役が好評でしたが、なんとこれが10年ぶりのドラマ出演だったのだとか。とにかく驚きました。牧瀬里穂さん、当時と何の遜色もなし、劣化一切なしの驚くほどの美貌を保っておられたのです。これで現在48歳だなんて、と飲んでいたコーヒーが開いた口からこぼれそうになったほど、そもそものポテンシャルの違いをまざまざと見せつけられた方も多かったのではないでしょうか。しかし、そんな誰もが羨む美貌を誇る牧瀬里穂さんですが、実生活ではドラマでの立花家さながらの浮き沈みの激しいものだったのだとか。気になったので調べてみることに。牧瀬里穂さん、90年代には女優の宮沢りえさんと水木有沙さんと共に 3M と呼ばれ、絶大な支持を得ていましたね。その生い立ちは、1971年に福岡県で生まれ、クラシックバレエに熱中する少女だったそうです。高校は有数のお嬢様校と言われ、キリスト教系中高一貫校の福岡女学院高校に進学されてから、地元で買い物をしている時にスカウトされ、地元企業の広告モデルとして活躍した後、1989年とあるコンテストに出場し、2100人の中から見事グランプリに選ばれ、芸能界デビューを果たしました。直後にあの伝説の JR の CM に出演して、一躍大ブレイクすることに。女優デビューも強烈で、90年映画「東京上空いらっしゃいませ」で映画初出演にして主演を飾り、同年映画「つぐみ」にも出演して各賞を総なめにしています。デビューして間もないとは思えない快挙を達成しただけでなく、91年竹内まりやさんプロデュースのミラクルラブで歌手デビューすると50万枚を超えるヒットを記録。舞台にも進出し、まさに八面六臂の活躍で、ピーク時には10社以上の CM 契約があったほどでしたから、彼女を見ない日はなかったほどでした。そんな超売れっ子の2002年には、突如カナダとニュージーランドへ留学をして世間を驚かせてもいます。そんなエネルギッシュな牧瀬さん、2008年にご結婚されているというではありませんか。そのお相手がとんでもない大物だと評判。どんな方かというと、裏原系ファッションの怪物、あの猿のマークで一大ブームを巻き起こしたアベイシングエイプの創業者。二人の馴れ初めは、共通の知人の紹介で知り合い、意気投合。4年の交際を経てのゴールイン。結婚当時の旦那のリッチぶりはといえば、六本木ヒルズの最上階を倉庫として使い、年商70億以上、年収5億を超えると言われ、デートのお迎えはロールスロイス。歯にダイヤを埋め込んでいたほどの、ファッション界のカリスマ、2号さん。まさに、セレブ婚と話題になりました。ですが、そこから、まさかの転落で状況は一変。好調だと思われた会社が、リーマンショックの影響や、不正取引まで発覚することになって、瞬く間に43億円の負債を抱えてしまいます。残念ながら、自力での再建を断念。香港の企業に43億円の負債の肩代わりとともに、約2億円で自社ブランドを売却し、自宅豪邸も手放し、自己破産寸前だったといいます。とはいえ、アベイシングエイプから離れたものの、現在もファッション業界の第一線で活躍し、
カレーショップのプロデュースなどもして、マルチな活躍をされているようです。まさに、ドラマ、満腹の、立花万平ばりの山あり谷ありの人生ですよね。そんなこともありましたから、一時は、離婚危機がささやかれてもいたのだとか。ん?それにしても、ちょっと待ってください。すでに結婚して13年が経ったというのに、子供がいるという話が聞こえません。なぜなんでしょうか。気になって、さらに調べてみました。牧瀬里穂さん。一説によれば、こだわりが強すぎる旦那には、ほとほと愛想が尽きて、もう子作りという作業など、する余地もない、とも言われているのだとか。その原因はこういうことらしいのです。とにかく2号さんの、牧瀬愛がとんでもないレベルらしく、どれくらいかというと、例えば、家の中の日用品はすべて、2号さんが買うそうで、食器を洗うスポンジ一つでも、2号さんが気に入ったものを買っているため、牧瀬さんはトイレットペーパーすら、買ったことがないのだそうです。牧瀬さんが友人と旅行に行く際には、ホテルや航空券のみならず、旅先でのハイヤーやタクシーまで、完璧に2号さんが手配するのだとか、さらには、牧瀬さんは2号さんから、頻繁にメールがあり、返信しないと、怒ってるの?と、いちいち言われる始末で、恐るべし、2号の旦那。実は、2号さんは今回が再婚で、かつては東京パフォーマンスドールの元メンバーの、市井ゆりさんと結婚するも3年で離婚。だから、今度こそかもしれませんが、普通なら監視されているようで、嫌じゃないのかと思いますが、牧瀬さん自身はまんざららしくて、彼は、ただでさえ仕事のことで頭がいっぱい。その上、私のことでも、心配したくないんですって、と、のろけていたそうです。愛想が尽きるどころか、現在でも SNS にツーショットで、仲の良い姿が投稿されていますから、夫婦仲は良好のようですね。では、他に特別な理由があるのでしょうか。病気が原因だったとも言われていて、実は、牧瀬里穂さん、2006年頃から顎関節症を患い、ひどい時は食事もできないほどで、これが原因で女優としての仕事量を減らしたと言われています。ですが、未だに子供がいないのは、この病気が原因というだけでなく、結婚した時には、すでに36歳になっていて、アップダウンの激しい生活環境だったことも、少なからず子育てには、不安を抱かせたためではないかと、勝手に想像してしまいます。今からは、さすがに難しいでしょうが、そんな牧瀬さん夫妻の現在はといえば、牧瀬里穂さんは俳優の八嶋智人さんと、毎週日曜に BS 朝日の、100年名家に出演されています。夫の2号さんはというと、新たにブランドを立ち上げ、ユニクロやアディダスともデザイナー契約もして、最近ではカレー店のプロデュース事業が軌道に乗り、以前にも増して、左内輪で年収も1億超えだとか。ですから、復活したセレブ生活の様子は、東京の街並みが一望できる、都心の高級タワーマンションで住み、2000万円のダイニングテーブルに、アンティークの椅子は、一脚200万円の6脚。牧瀬さん専用のウォークインクローゼットは、なんと12畳。別荘も建て、そこには、茶道にハマっている牧瀬さんのための、茶室まであるそうです。牧瀬里穂さん、お子さんはいませんが、夫の限りない愛情に包まれて、幸せに暮らしていることこそ、その美の源泉なのかもしれませんね。これからも応援しています。いかがでしたか?あなたはどう思いますか?私は、若い時よりもさらに洗練されて、とても美しい牧瀬さん。こうして見てくると、彼女は、神からも祝福されているのかも。
なんて思ってしまいますね。活躍を期待しています。それではまた次回お会いしましょう。